ナト仕掛けます、仕掛けます、クロス石原決まりました。エガルタ仙台先制。ここは長戸見事なクロス、マイナスのクロス、これに石原頭で合わせました。エガルタ仙台先制。長戸は2試合連続の見事なアシスト、素晴らしいですね。まあ本当にゴールライン割るかどうかというところからのクロスでした、はい、もう松橋仕掛けてくるという準備はできてたんですけどもね、それでも長戸ここえぐりますからね。そうですね、しかも精度が高い、はい、見事なクロスでした。グッとスピードを上げてゴールラインに向かって走っていって、そこからの左足でした。そこからこの精度高いクロス上げてきますからね、しかもベガルタこう熱いですよね。そうですね、攻撃の人数が非常にこう